テレ東ビズ。8月25日、バングラデシュの南東部コックスバザールで開かれていたとある集会。そこで披露された歌で涙する人も。彼らは国連で世界で最も迫害されている少数民族と報告されたミャンマーのイスラム系少数民族ロヒンギャ。ここはその難民キャンプだ。2017年8月、ミャンマー国内ではロヒンギャの武装集団が警察施設などを襲撃したことをきっかけに、国軍によるロヒンギャ掃討作戦が始まった。大量虐殺や性的暴行などが多数あったとされ、迫害から逃れるため70万人以上のロヒンギャがバングラデシュに脱出した。あらべっこのその場で言わせべよ。ほのぼぼねおりゆ。いなるずるんぼあったしもえでばあましゃがる。ひんでらべりべりがるだあれ。あらしけんのでぐりまりまり。もぐぞあらじでれ。えれりだべり。けんぐるぼあったじゅうてん。うがまるね。いたらまがしゃあら。うわいてき。しょりてきでりたらずるんのほりぼらぶり。いたら。がらがんざりじゃがい。ラパイダらぞらじゃがいなるんでぐるぐるましんべしんでしけぞらじゃがいぱぱ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 イルスアラシェケバドナラネレバリブクラデハーケングリングザレンデイラクトシュリルバデジュエデライ。こうした事態に国際社会は反発。国連はロヒンギャ迫害を非難する決議を135カ国もの賛成で採択した。This violence must stop. This persecution must stop.It's been characterized by many as ethnic cleansing. That must stop. ミャンマーから逃れてきたロヒンギャが多く暮らす難民キャンプで開かれた大規模集会は、このロヒンギャ危機とも呼ばれる未曾有の人道危機から5年を記念したものだ。そこでは皆母国への思いを訴えた。世界最大の難民キャンプと呼ばれるコックスバザールの難民キャンプには現在およそ100万人のロヒンギャが暮らしている。極めて過密な状態で生活環境は過酷だ。そのためより良い生活を求めて第三国へ向かおうとする人も後を絶たない。2017年に家族3人でバングラデシュへ逃げてきたこの女性、数ヶ月前に息子がボートでマレーシアへ向かったが、途中で転覆し行方不明になっているという。絶望的な状況に息子の写真を見ると感情が溢れ出す。アブト
現状から抜け出したいと思っているロヒンギャ難民。なぜミャンマーに戻れないのか。仏教徒が9割近くを占めるミャンマーでは、少数派イスラム教徒のロヒンギャはバングラデシュからの不法移民とされ、多くが国籍を付与されていない。そのため軍政が敷かれているミャンマーでは安全が保障されておらず、ほとんどの人が迫害を恐れているため帰還のめどが立たないのだ。苦しい暮らしの中でも希望を持ち続けるロヒンギャは多くいる。2017年からコックスバザールの難民キャンプで暮らす15歳の少年。ミャンマーに住んでいた幼少期に見たショベルカーが忘れられなく、廃材で小型のものを作ったという。そこには将来の夢が詰め込まれていた。欧米など6カ国の外相らはロヒンギャ危機から5年となる8月25日、共同声明で70万人以上の難民を出した迫害を非難し、人道危機の解決の必要性を訴えた。